格闘家の歌だなと思いました。誰よりも挑み続けて勝ち続けてるやつの自分に勝つ、まあ頂点ですよね。ベルトを取った人間がチャンピオン、そうじゃないと思います。やっぱり自分に負けない。チャンピオンだからこそ誰よりも挑み続けて誰よりも戦い続ける、そこで結果を残していくのがチャンピオンだと思います。なんか普通に格闘家の歌だなと思いました。聞く人が聞けば普段、まあ、それぞれの人生で戦い多分してると思うんで共感する部分は多いんじゃないかなと思いますけど、すごくなんか僕自身も格闘家なんですけど格闘家が書いたような詩なんですごいなと思いました。印象的だったのは朝倉未来君だったり、あの親友の、ね、井岡一人が、俺たちのこの景色がまるで本当に見えてるかのような歌だって言ってくれたんだけど、でもそれって俺本当になんかチャンピオンを題材に書いたわけじゃなくて本当に自分の話を書かせてもらったんだけど、歌詞で無傷のプライドじゃ負けねえよベルトっていうのあったんですけど、まあ、順風満帆じゃないですよね。やっぱりそこまで行くのに100がチャンピオンだとしたら1からつまずいたことのない選手っていないと思うんですよ。どんな世界チャンピオンでもアマチュアから数えたら絶対に負けがありますし、負けがなかったとしても何かしらのミスがありますし、こういう事態になってここまで来てもなおこういう状況にリアルに見舞われるって、本当に普通の状況だったら多分まあ俺はここまで来たらなんかあれをリアルに書ける状況に見舞われなかったと思うんだけど、なんかそれをなんか書ける状況に、まあ、なってしまったんだけど、でもなんか結果になったことでリアルにあれを書けたっていうのは、まあ俺のね、あの上を向いてという歌にもあるんだけど、悲劇に感謝っていう、まあまさにそれだなっていう、俺の後には必要なことっていう、だからそういう意味でこういう曲ができたっていうのは、本当意味があったなってすごい思うし、こういう経験を歌にできる職業でよかったなっていう、思うなんか一見でもあったなって思いますね。俺も今自分の愛のもともう一度立ち上がろうとしてるよ。さあみんなも、人を攻撃することじゃない、愛を持ってもう一度立ち上がろう、行こうぜ。本当に見えないものを大切にしてるなって僕は感じたんですね。で特にこういう、ね、コロナ禍であったりとか、まあ、ソーシャルメディアの中で本当に多数派人間に乗っかることが正当のようになってしまっているこの世の中で、もっと大事なものあるんじゃないって、目に見えるものよりも目に見えないものの方がよっぽども大事だっていうことを AK の歌からは僕はそういうものをねいつも感じてるし、やっぱり AK が伝えたいことっていうのは本当に愛情の愛の塊だと僕は思います。まあ、今の本当にこの状況の中ってなんかもう人失敗をしたら叩くっていう、それで命を絶ってしまうね若い子たちもたくさんいる中、なんかこれが当たり前のようにも思えてきてるっていうのもなんか現実で、でも俺ってなんかそうじゃないと思うんだよね。なんか人間誰しもなんかそうやって批判をする側に立つときは本当に人って凶暴になるし、なんかそれをなんかぶつけ合ってるこの今の状況ってすごく良くないんだよね。あのそうやって言ってる人たちも失敗できないよっていう、でしかもそうやって自分が凶暴になって人に向けてる言葉だったりとかを、愛する人だったりとか自分の子供だったりとか次の世代が見た時になんて思うんだろうっていう、本当に純粋にこのままだと本当に俺の子供の世代だったり俺の孫の世代だったりとかって本当になんか人間として必要なことだったりとか大切なことをなんかこのままと忘れてしまうんじゃないかっていう、綺麗事抜きで本当にそこに対してそれを声を上げないと
変わらないと思うし、まあ少なくともね、小さくても影響力を持った人間として、なんかそれは俺の宿命なんじゃないかなっていう、うん、って思ってる部分があの MC になった感じだね。まあ、だしこのライブでなんか一番伝えたいことになったかなって思ってますね。今人が恐れてることはウイルスなんかじゃない。自分を正義と信じ込んだ瞬間、人はものすごく凶暴になる。人は失敗するよ。命を絶て、消えろ。そうやって言って人のチャンスを奪っていくのか。人を攻撃することじゃない。愛を持ってもう一度立ち上がろう。行こうぜ。